カブリ IPMU の菅井はじめです。今私たちカブリ IPMU はアメリカ合衆国、フランス、ブラジル、台湾各国の研究機関との協力のもと、前代未聞の怪物分光器 PFS を作っているところです。ハワイ島マウナケア山頂にある8メートルの鏡を持つスバル望遠鏡に搭載する予定です。分光というのは読んで字のごとく光を7色の虹に分けることです。私たちの分光器 PFS では実際には3000色に分解します。分光によって天体の動きや天体がどんな成分からできているのかということが分かってきます。 PFS は2400本もの光ファイバーを持っています。それぞれの光ファイバーを見たい天体にセットすることによって2400天体をいっぺんに分光します。満月6個分の広いところから好きな天体を選ぶことができます。これにより宇宙の膨張がどのように変化してきたのか、私たちが住む銀河系がどのように組み立てられてきたのか、宇宙全体に存在するさまざまな形の銀河がどのようにしてできてきたのかといった宇宙の基本的な疑問を解決していきます。もちろん怪物分光器は1年2年ではできません。私たちは日夜頑張っています。世界中にいる共同研究者と毎日議論するためには時差がありますので、昼も夜もぐちゃぐちゃになってしまうのが悩みですが、 PFS にご期待ください。